ネガティブな新人を救ったある一言。あ、ハイキュー。その会社には部下たち全員から慕われる。みんなお疲れ様。いい声。お疲れ様です。素敵な言葉をかけてくれる上司がいたのです。今日も一日頑張ろう。鈴木さん。はい。悪いんだけど、このファイル今日中にまとめといてもらえる？わかりました。鈴木さん。はい。ハサミ持ってきて。はい、今持ってきます。お願いします。ありがとう。鈴木さん。はい。今日の会議資料まだ？すいません、今すぐ持ってきます。お願いします。いつも明るく仕事をしていましたが、実は私なんて何の取り柄もないんだから、せめて元気くらい出さなきゃ。彼女はこんなコンプレックスを抱えていたのです。すると。鈴木さん。はい。鈴木さんはいつも元気ですね。ありがとうございます。私なんか何の取り柄もないので、せめて元気だけでもと思ってるんです。私から元気を取ったら何も残りませんからね。つい本音をぶつけてしまいました。しかしこの後、上司から思わぬ言葉が。そんなことないですよ。あなたから元気を取っても。来た来た。優しさが残ってるじゃないですか。優しさが残ってるじゃないですか。すごい。めっちゃいい声だった。バラまいちゃった。片付けたのしから。みんなに優しくできるのは素晴らしい才能です。これからもその才能を存分に発揮してくださいね。はい、ありがとうございます。上上司の優しい一言に心が救われたそうです。